えさせていただきます。まずはじめに令和6年度の最初の記者会見にあたりまして、ご挨拶を申し上げます。昨年度は市民の皆様のご協力によりまして市政をしっかり前に進めることができた1年だと考えております。心から感謝を申し上げます。令和5年度を振り返りますと、新型コロナウイルス感染症が5類に移行し、市内に活気が戻ってきたと感じる1年でありました。市民の笑顔、特に子どもたちの元気な声が地域に戻ってきて、市内が一気に明るさを増したと感じております。また立橋の仮橋が開通をしまして、利便性と安全性、そして経済的効果が大きく確保されたと考えております。工事にあたりまして国土交通省をはじめ関係の皆様に心から感謝を申し上げます。そして市政も大きく前に進んだ1年でありました。新工業団地が6社に完売をしまして、うち4社につきましては工場の建設が着手し、そのうち1社については営業を開始したところであります。さらにはユープレイス伊達とお手の里来てみいながオープンをしまして、市内外の多くの方にご利用をいただいているところであります。また町の駅伊達につきましても完成をいたしまして、今月オープンを予定をしているところです。教育子育て関係では令和2年に着手をしました伊達小学校が完成をしまして、今年1月から新校舎での授業を開始をしたところであります。また開設予定の認定こども園3園のうち2園が完成をしまして、今月から開園するとともに、1園につきましては来年4月の開園に向け工事に着手をしたところであります。さらには現在施設が老朽化しており、狭小でありました上小原放課後児童クラブ館が完成をしまして、今月から開所をしております。子どもたちの遊びと学習の場としての居場所が確保されたと考えております。このように令和5年度は産業、子育て、教育、そして交流など各分野で新しい伊達市の基盤づくりが着実に進んだ年だと考えています。令和6年度の経営方針といたしましては、今年度が2年目となります第3次総合計画に定めました6つのまちづくりを基本にしっかり姿勢を進めてまいります。これまでの伊達市の代表的な施策、若者定住のための働く場の確保、そして伊達市場ネオブラに代表される切れ目のない子育て支援、さらには元気づくり会などによる健康づくりなどより充実させていきますとともに、伊達市の良さであります自然、農産物、歴史、文化、こうした伊達市のあるもの、特徴をしっかり磨き伸ばしていく、発信をしていくことが重要だと考えております。また利便性確保のための地域公共交通の充実、そして行政手続き等の簡素化のためのデジタル化もしっかり進めてまいって考えています。最後になりますけども、子どもから高齢者まで住みよい、そして暮らしやすい街づくりを目指してまいりますので、市民の皆様の理解ご協力をお願いいたしまして、年度初めの挨拶とさせていただきます。それでは続きましてですね、資料に基づいてご説明をさせていただきます。まず町の駅伊達がオープンをいたします。先ほどご挨拶でも申し上げましたが、この町の駅伊達につきましては、伊達地域天皇通り、商店街のにぎわいと地域活性化を図るため伊達市町の駅伊達を開設をしたところであります。子どもから高齢者まで幅広い世代が自由に立ち寄り語ることができる町づくりの拠点として、
街中カフェや子どもが遊べる芝生広場、そして集会施設としての機能なども備えているところであります。令和6年4月21日に開所式を行い、正式オープンを予定しております。所在地ですが、旧伊達公民館の跡地になります。開設開館時間が午前9時から午後6時までということです。施設の内容につきましては記載の通りでございます。ここにですね、芝生広場というのがあります。この芝生広場につきましては、平成30年の5月27日に、地元の伊達こども園の子どもたちとその保護者、園児と保護者ですね、が16組48名がこの芝生広場を作っていただきました。芝生の張り方をやってもらっています。でそれからほぼ6年近く経っています。今は青々とした芝生になっているなということで、それが見渡せる場所に、町の駅建てを建設をしたところであります。駐車台数14台でして、見取り図、この図の通りになっておりまして、この下の方が、下が南側になりまして、右側が駐車場ということになります。ですから駐車場から玄関を入って、そしてエントランスホールを経て、プレイルーム、ここから外がガラス張りで見えるようになりますので、子どもたちがそこから、子どもたちが外で遊んでいる様子を保護者の皆さんがそこから見ながら過ごせるというような場所になっております。次のページでございますが、施設の特徴、今述べましたように芝生広場の設置ということで、子どもを外の芝生で遊ばせ、大人は施設内で見守りながら活動ができるという特徴を持っております。それから触れ合いルームのフリー活用ということで、市民が自由にくつろぎ働き、集まれる交流の場として活用いただけるようになっております。そしてチャレンジショップとしまして、玄関を入りまして、エントランスルーム、ホールがございます。そこでですね、チャレンジショップということで、手編み、ブー、リースなどハンドメイド作品とか、パンや焼き菓子、農産物の販売などを地元の方にしていただける場所として提供していきたいと思っております。それから地域団体への会場、会議会場、会議集会場所としての提供としまして、町内会等の会合のための貸し出しということで、これも地元の方から非常に強い要望がございまして、こう貸し出しをしてですね、地元の人たちの会合もできるような場所としております。また町長カフェとしてましてですね、週3日から5日程度ドリンクや軽食を提供するカフェの運営を行ってまいります。中に厨房もありますので、厨房キッチンで、軽食を作って、そこで、出しまして、触れ合いルームで、食していただくということが可能になります。それからレンタサイクルとして、市内周遊のためのレンタサイクルの貸し出しも行っていきたいと思います。開所式でございますが、4月の21日10時から式典およびオープニングイベントを予定をしております。この町の駅だて非常にこうデザイン性が良く、そして機能的な施設になっております。多くの市民、市以外の方にも利用いただくことを期待をしております。続きまして、町中タクシーの料金が変わります。現在伊達市におきましては、3つのエリアで街中タクシーを運行しております。その中で料金がそれぞれですね、統一されていなかったというところがありますので、その料金の統一を図ってまいりたいと考えています。高齢者等の足の確保や商店街の活性化のため、市内を運行している街中タクシーについて、地域により市条項の料金が異なっていましたが、4月1日より市条項の
著者あたりの料金を統一し、より利用しやすくしてまいります。料金ですが、今までですね、路線ごとに違っていたんですが、400円から700円となっておりました。これを300円ということで統一をしてまいります。ただし一部街中エリアで200円というところもございましたので、この200円で利用できるエリアにつきましての料金は今まで通り200円ということにしてまいります。運行日程等につきましてはですね、今までの日程と変わってはございません。利用登録または予約先も今までのこの3つのエリアの次第にお願いをするということです。今回の変更によりまして、例えばですね、利用例としまして月立てから立て地域の医療機関に行く場合には、今までですと、まあ、月立てから両線町中エリアまで移動してもらって、そこから小原町中エリアに来て、そこから立てに行くということですでございますけれども、今まで1500円かかったのを300円に統一しまして900円ということにしてまいります。それからこれも同じなんですけども、伊佐沢、柳川町の伊佐沢から小原の町中まで行く場合につきましても、同じく900円かかったものを600円というふうにしてまいります。その他としまして、免許証返納者への割引につきましては、今まで通り、返納した場合に2万円の優待券の交付をするということでございます。この町中タクシーにつきましてはですね、いろいろ見直しを現在進めておりまして、これからもより使いやすい公共交通機関にしてまいりたいというふうに考えています。続きまして、写真集伊達の日々を発行いたします。伊達市におきましては伊達フォト部というものを作っておりまして、この伊達フォト部というのは市民の皆様にですね、写真や動画を撮っていただいて、それを伊達市の公式の SNS で流して、そして広く伊達市を紹介をしてもらうという取り組みでございます。1年任期で実施をしておりまして、これまで3期生までおります。で、今回その第3期の方の写真の写真集を作成をしております。今まで1期2期とも写真を作っておりますので、今回で3冊目ということになります。配布時期ですが、4月の4日から、場所はですね、道の駅伊達の里両膳、それから伊達市観光案内所、それからユープレイス伊達、それから市役所の正面出入り口で配布をいたします。伊達フォト部、先ほど申し上げましたとおりですね、写真で地域の魅力を発信するボランティアサポーターとして、現在3期生でございます。この3期生は昨年の7月1日から1年間ということになっております。活動の成果を発表してもらいます。公表していただきます。で、現在5組の方がおりまして、3名の方と、あとは団体としましては聖光学園の写真部、それから伊達高校の写真部の皆さんにご協力をいただいているところであります。大変素晴らしい写真集でございますので、どうか一度見ていただきまして、伊達の良さを確認をしていただきたいと思います。続きまして、姉妹都市北海道松前町へ180本の花桃を贈呈をいたします。伊達市は旧柳川町と北海道松前町が姉妹都市の提携を行っていたら40年という節目の年に当たりまして、今後のさらなる交流を記念をして、松前町に花桃180本を寄贈をいたします。花桃につきましては、松前町にて開催をされます姉妹都市提携40周年記念植樹祭におきまして、松前公園に新設されます
伊達浜桃通りに植樹をされる予定となっております。日時でございますが4月の20日これは松前町のですね桜祭りが毎年行われておりますが桜祭りの開幕日となります。式典の内容でございますが、松前町とそれから伊達市の関係者によるとそれから松前町の児童生徒らによる代表植樹をまず行いまして、それからその除幕式そして通り染め、その後に180本相当の数ですので一般の方にも参加をいただいて植樹をしてまいりたいと考えています。でこの花桃180本を 贈呈することになった経緯であります。松前町とはですね今から約200年前に江戸幕府が松前藩を柳川に寄付をしたことから松前町と伊達市との関係が始まっております。旧柳川市と松前町との文化交流が盛んだったことから昭和59年に姉妹都市を提携をしまして合併後平成伊達市の合併後ですね平成23年に伊達市として新たに姉妹都市の提携を行ったことでございます。ですから松前町旧柳川町との提携の時から40年ということになります。桜の名所であります松前町から旧柳川町時代も含めまして現在まで約200本の桜を寄贈いただいているところでございます。平成31年に松前町に20本の花桃を贈呈をしました。その後にですね松前町におきまして植樹栽培所等の整備がされましたことから姉妹都市提携40周年という節目の年である今年180本の花桃を寄贈することになったところであります。松前町とはこういった歴史的なつながりが非常に深いところでございます。これからも交流を深めながら交流を深めていきたいと思っております。今現在も強制的な交流もありますしまた産業的な道の駅同士の交流もあります。それから子どもたちがですね柳川中学校と松前中学校の子どもたちが相互に両市町を訪れてそして交流を深めているということもありますので今後ともしっかり進めてまいりたいと思っております。続きまして防災ラジオ付き自動販売機を導入してまいります。伊達市では緊急地震速報が出されると自動的にラジオのスイッチが入りFM 福島の電波を受信して緊急地震速報が放送される防災ラジオ付き自動販売機を伊達市役所本庁舎1階に導入をしてまいります。この事業は FM 福島とコカ・コーラ・ボトラーズ・ジャパン株式会社ベンディング福島支店への協力のもと市内初の導入となっております。設置日ですが4月の15日セレモニーを16時から行います。場所は先ほど申し上げましたように本庁舎を入りまして1階のホールに設置をいたします。設置者はココラボトラーズでございます。で、これがですね緊急地震速報が気象庁から発表されますと FM 福島の電波を通じて、この自動販売機がですね地震です慌てずに身の安全を確保してくださいといった緊急のメッセージが話されることになります。最大震度5弱以上または最大長周期地震動階級が3以上と、そう予想された場合に自動販売機から警報が自動的に流され、利用者に伝えられるということになっております。地震非常に突然来るものですので、この自動販売機によってですね、近くの方は身の安全を確保していただきたいと考えています。
最後になりますけれども、移住希望者お試し滞在宿泊費支援事業がスタートいたします。伊達市では関係人口の創出及び移住定住移住促進を図るために、移住希望者がお試しのために本市を訪れ、現場かつ現地活動に要する宿泊費用に対しまして補助を行ってまいりたいと考えています。本事業は令和6年度新規事業でありまして、4月1日からの宿泊に対して補助をしてまいります。対象者でございますが、県内在住者で伊達市への移住希望者ということです。その移住希望者ですが、申請者及び同行者の2名までの宿泊申請が可能となります。対象施設は市内にございます宿泊施設で、補助額ですが、宿泊費用の2分の1以内で1人当たり1泊当たり5000円、これ1人当たりですね、を上限に補助をしてまいります。移住希望者の方が市内をいろいろ回ってですね、市内の状況を確認してもらうために5泊まで可能としております。ですから、2人で、来た場合にですね、2人かける5000円の5泊で、5万円まで、最大5万円まで、1組当たり5万円までの補助をしてもらいたいと考えております。それから、そして、補助の要件でございます。現地活動期間中に伊達市移住定住コンシェルジュとの相談を行うということで、移住定住コンシェルジュが、上保原のニュープレイス伊達のところに移住コンシェルジュがおりますので、そこで相談を行っていただきたいと思います。それから、福島県の事業でですね、福島移住希望者支援交通費補助金というのがあります。これは移住希望者に対しまして交通費を補助するという事業でございまして、この交通費の補助の申請を交付を受けている、受けているとまた受ける予定ということを条件にしていきたいと思っております。ですから、交通費とそれから宿泊費と両方合わせて補助が受けられるということになりますので、移住希望者の方に利用いただきまして、伊達市の魅力をまず感じてもらった上で移住をしていただきたいと考えております。はい、以上、私からの説明でありました。それでは、質問のある方によって挙手を。福島民保市関西です。町の駅伊達についてお伺いいたします。今回、このいわゆる施設新設という形でオープンするもの、柳川の町の駅と続いてというところかと思うんですが、改めてこの地域に町の駅ができることについての市長 の期待の声といいますか、はい、もしどういったことを期待されるのか教えていただければと思います。はい、そうですね、町の駅、柳川の町の駅はどちらかというとこう歴史観光で、外部から来た方がそこで、伊達市の魅力を感じてもらうというところです。この町の駅伊達につきましてはですね、伊達地域、今人口も増加をしております。また若い世代の方もいらっしゃいます。ですから、その若い世代、子どもたちから若い世代、そして、高齢者まで、一緒にその過ごせる場所、そして交流を図れる場所として、それをメインに作っております。またそこで物販等も行いますので、外部から来た方につきましてもそこで、伊達市の良さというのも味わってもらえるのかなと思っています。どちらかというと、その地域活性化、地域交流の拠点としての場所ですので、ここを利用していただいて、若い方も含めて、伊達、地域の交流の場としていいただきたいなと思っております。ありがとうございます。とまた別のところで、ちょっと細かな確認で申し訳ないんですが、
写真集腕立ての日々の件で、はい、あのこのページから4のところに配置するとあるんですが、その下配布場所とも書いてあって、これはいわゆる配置したものを見れるという形なのか、あの冊子を配るような形になるのか、どちらなんでしょうか。あの冊子をお配りします。はい、大体何ページでどれくらいの大きさとかいうのは、あ、じゃあ後で見させていただきます。はい、わかりました、ありがとうございます。以上です。他にも読売の丸山です。花桃の贈呈に関しましてお聞きします。北海道松前町との姉妹都市提携を行って40年という節目で、改めてその市長としてその節目への思い、また180本という、まあ、かなり多くの花桃を贈呈される予定かと思いますが、それに対する思いを改めてお聞かせいただけますでしょうか。はい、姉妹都市40年ということですね。あの松前は昔その江戸時代、江戸末期からですね、あの歴史的なつながりがございます。伊達市におきましてもそうです、柳川町時代におきましても、唯一 の, その姉妹都市としてこれまで多くの交流をしてきたところでございます。松前町には災害の時にはこちらに来ていただいて、お手伝いをしていただきましたし、またあのいろんな物販のお互いのこうやり取りもしています。そうした松前町との距離は遠いんですけども気持ちは近いというところがありますので、これからもしっかりあの松前町と交流を深めていきまして、お互いにいい関係を築いていきたいというふうに思っております。それから花桃につきましてはですね、松前の桜というのは本当に素晴らしい桜で、200種類くらいの桜がありまして、1万本以上の松前の公園にございます。その桜の中から伊達市にこれまで200本もこの桜をいただきまして、それぞれの公共施設にその桜を植樹をして市民に楽しんでいただいています。伊達市からお送りするものとして考えたときに、やはり伊達は桃だということで、北海道にも多くの桃が行っておりますので、伊達の桃を直接その桜として花桃として咲きできませんけども、それを見ながら伊達の桃を堪能していただければありがたいなということで、松前町ではこう伊達の花桃通りというのを作ってもらえるということですので、そこに見合うような数をしっかりお送りしたいなというふうに考えています。福島民友新聞の岡田と申します。一番最初の町の駅立ての方での項目だったんですけど、施設にあるミーティングルームというのはその地域の人たちに貸し出しする場所として認識してよいのでしょうか。あとキッチンの方はそのカフェ の, その食べ物を作るための場所であって、その地域住民へのレンタルとはまた別なんでしょうか。ミネシー作部長、宮井さん、ミーティングルームという部分が基本的にこの施設を運営するスタッフが常駐する場所だというふうになっております。だから基本的にここには利用者はあんま入らないという形になります。あとはカフェについては先ほど申しましたとおり、キッチンについては先ほど申しましたとおり、まあ、カフェをする上で、まあ、軽食を作成するという場所として、事業者が入るという形になります。わかりました。ありがとうございます。はい、他にございますか。それでは、今回の記者会見内容以外の質問がございましたらお受けしたいと思います。質問があるかお聞かせください。すみません、福島民友の小畑です。
ね、その世間の方で紅工事によるその利用者の相談などが県内でもそのニュースとして取り上げられていますが、伊達市内でそういった市民 の, その相談の声とかはあったのでしょうか。すみません、何の相談ですか。紅工事に関する。伊達市におきましてそういった相談はございません。ありがとうございます。富士通信のゆいと申します。昨年パートナーシップ の, 制度が始まったと思うんですけれども、はいはい、そちらのもし利用者が何人とかもし変化があったら教えてください。今のところ申請に来られた方はまだおりません。ありがとうございます。他にもございます内容ですので、これを持ちまして記者会見を終了いたします。本日はありがとうございました。